笹田康人は0 3ト、mm、ルペンを使い、細密画を描く現代美術家である。岡山県生まれ。1985年生まれ。岡山県倉敷市出身。岡山学芸館高等学校を経て、2007年、京都造形芸術大学コミュニケーションデザインコース、情報デザイン学科卒業。中学在学中に、 読売国際漫画大賞のジュニア部門で優秀賞を取り、本格的に芸術で一生を得るという夢の道へ進むため、当時美術コースのあった岡山学芸館、高等学校への進学を決めた。高校2年生の時には、初古典、夢ヒーリングワールドを開催した。その後、大学進学後も、大学2年生の時に、 形のないものに形を2005年から卒業する2007年まで3年連続で個展を開催した。大学では副学長である秋元康教授と出会いそのつながりから AKB48 のメンバーをロボット風に描いた作品を AKB48 劇場で展示し、完売を実現し、大きな自信を得た。大学卒業後には一旦、 イラストレーター事務所に就職するが、注文されたものをそのまま描くことに疑問を抱き、さらに自身の作品制作の時間が削られるという過度のストレスもあり、かねてからの夢であった芸術で一生を終えるという夢を実現するため、退職し芸術家として生きていくことを決意した。2013年には、表参道にある CA4LA の旧店舗を貸し切り、 古典を行い1万人以上の集客をした。2014年の秋冬物の,のパリコレクションでは、幼児山本と大々的にコラボレーションをしたコレクションを発表した。このコレクションでは、川に大胆かつ繊細に、ハンドペイントを施した作品と絵画をシルクなどの生地にプリントしたものとがあり、特徴的な大きなシルエットと鮮やかでありながら、独々しい色使いで、 世界的に大きな反響を呼んだ。2015年には、再び、幼児山本社の別ラインであるグラウンドワイヤー、ディスコードにてコラボレーションを行う。2016年、アジア最大規模のアートイベント、上海芸術博覧会2016へ招待され、作品を出展した。2017年、ポニーキャニオンとの世界標準プロジェクトが始動し、第一弾として、 ベアブリック・ササダ・ヤスヒト 100%&400% が世界で発売され即日完売した。レコード会社が画家を手掛けるという世界的に見ても異例のプロジェクトとして注目が集まる。また、国際的に有名なアーティストからなる12種類のポスターを特集した限定品コレクションイケアアートイベント2017にて、 作品、祭りが唯一日本人アーティストとして選出された。2017年秋には、岡山の経済や文化の向上を促し、岡山を活性化させていくことを目的に創設された、岡山アワード2017の作家・クリエイター賞を受賞。2018年、自身史上最大となる高さ2メートル40センチメートル、 1> 幅1メートル75センチメートルの巨大なキャンパスに挑戦した最新作、クジャクの初公開となる個展、ウィングスが2018年4月6日から4月10日、T ・アートホールにて開催された。2019年、グラウンド・ワイアスとササダ・コレクション・ファッションブラド、グラウンド・ワイトのコラボレーションを行う。2019年、グラウンド・ワイトのコラボレーションを記念して、ササダ・ヤスヒト ワイオ、東京銀座にて開催。2019年10月、山形国際ドキュメンタリー映画祭2019、特製記念グッズにてコラボレーションを行う。2019年10月超特急解散のパーソナルマガジン、ナイロンガイズジャパン回スタイルブックで、笹田康人がコラボアートを書き下ろした。2020年11月全国ご都市で開催される。 東方新規の日本デビュー15周年を記念した、東方新規フィフティーンスアニバーサリーミュージアム x ビジアにて、コラボアーティストとして、作品を展示する2021年1月台湾の人気チアリーダーと、アートコラボレーションを行う2021年5月、岡山桃太郎空港に、巨大ラッピングアートを、設置画材として、主に使用するのは、水晶ボールペンとアクリル絵の具、 ありがとうございます。